ということでね、 IT どかだから、よいしょ、8時出勤、深夜2時まで残業なしで働いてるから、これいけないじゃん。あ、いけた。よいしょ、たーちゃんの下僕さんいらっしゃい。お、なんか変なとこから出たじゃん。こんにちは。帰れ帰れ、なんでや、なんでや、帰れ言われた。年収350万だから、そう、帰れ言われた。なんだっけ、どこ行くんだっけ、プリスキンだっけ、なんだっけ絶対嘘だけど、クリスタルキングだっけ、え、なんだっけ、クリスタルキング、張り紙あった、じゃあ張り紙ちょっと見ようか。クリスタルキングなんだっけ、違うのどこ行くんだっけ、なんだっけ、忘れちゃった、なんて街行くんだっけ、クリスタルシティか、惜しいほとんど合ってんじゃん、ほとんど合ってんじゃん、そうだ、クリスタルボーイ、ニュースはない、よいしょ。ちゃん記憶力いいよ。覚えないだけ、そういう町の名前とか人の名前は。だって行ったことあるもんね、そこ。よし、遠投返して帰るんだ。あれ、出れた。よし、ちなみにこのパーティーでラストまで行くんですか、わかんないわかんない、行くかもしれないし行かないかもしれない。初見プレイだから分かりません。筋トロございます、高い。どうぞ通りかけ、ここ、もうこの人に話聞いたんだよ、神殿行かなきゃいけないんだけど、神殿に行かなきゃいけない、立ち入り禁止です。神殿がどこにあるかだな、最近全然お金も拾えないしね、お金拾えるとこも全然いけてないし、困っちゃったな。お、最近海賊業ができてない、私の祖先がクリスタルレイクの洞窟にアクアマリンを隠した、うん、堕落したのに、うん、堕落でも死んじゃったから、お城にお金たくさんありそう、そう、一回負けたの、海賊設定、クリスタルレイクの洞窟にアクアマリンを隠した、クリスタルレイクの洞窟、世界に2つとない宝石だ、それを取ってきてくれ、えい、うん。あ、ジェイソン。口の聞き方がなってないな。
これできるようになる。なんか神殿にも行くって言ってたんだけどな。神殿にも行くって言ってたんだけど。火の水だけでいいって言ってたよね、太郎さんが確か。水の術法だけでいいって言ってたから、ここら辺はいいとして、回復は、え、そうなの？よいしょ。よっ。アルベルトの父と母の冥福を祈った。それだけか。それだけなのか。それだけなのか。そうか。誰が覚える？そう。新しく入ったやつ。新しく入ったやつ、結局何持たせたらいいんだろう。両立できない。アルベルト1個。光の魔法で。じゃあやっぱりあいつね、弓持たせるしかないのかな。高い、お金ない。ヘルファイア買いたい。高そう。もうお金がなさすぎて何もできないよね。お金がなさすぎて何もできない。そして恥ずかしくないのか。海賊です、海賊です。さっき止まったしな。愛車、そう、船なくなっちゃったから、壊れちゃった。これだ、クリスタルレイク。新しいとこ行けるようになった。海賊なんだけどね、新しいとこ。おーおー、戻ってきちゃった。湖の中に入れるぞ。投げ。海賊だぜ。うわ、でかい化石魚。ピチピチしてるよ。よいしょ。下の方に洞窟があったんです。マジか。よし。高く売れそう。いっぱい食べれそうだね。しばらくは。よし。しばらくは上とかないでしょ。怖いよ、これが食えぼう。怖い。宝箱系がないね。かわいい。もういい。さっきかわいいダメく少なかったから。かわいいとか言われても、はいはいっていう反応しかできません。筋トレ始めます。またそう。今機嫌悪いから今機嫌悪いからそっとしてて。マップ広い。今機嫌悪いからそっとしてて。今はやぎ、ダンジョン開けた。あれ何もねえ。何もねえ。あ、なんかあった。なんかあった。なんかあったけど、入れねえ。わびすけさんいらっしゃい。
今なんかトランプマンさんがいじめるの。マジかよ、そいつだけ。ひでえやつけたもんだな。シャークはちょっと美味しそう。確かに気をサップ、素早さアップ、愛が、欲が、体力は進行度的には全体のどのぐらいになりました。パワープロで言うとパワープロわかんねえよ。ドラクエ3で言うとどの辺、20分の1ぐらい。うん、いいお金で渡るそう。20分の1ってことは今から80時間、クリアに80時間かかる。クリアに80時間、ありえん、出てない。クリアに80時間かかるんだけど、マジかよ、長えな。まあいいや、やばい、ありえん出てない、やばいな。よいしょ、なじみの塔クリアしたかどうか、やばいやばい。よいしょ、5分の1も来てんの？どっち？ドマサガで言うと今湖らへんです。湖らへん置いて、ドマサガで言うとアクアマリン取りに行くところ。湖よいしょ、対策多かった。でも容量の問題で結構難しいんだって。よいしょ、アクアリマリンの変化分かりやすい例えだね。ふんふん、メインイベントが5つぐらいしかない。新コードなんてものはない。体力アップ、器用さアップ。よっしゃよっしゃ、おしゃー。え、物語ストーリーの進行度みたいなのは一応あるじゃん、多分。なんかめっちゃおるなー、敵なんやーこれ、めっちゃ魚くんさんめっちゃおるやんこれ。こうね、うちゃうちゃしてる魚くんさん。よいしょ、800でラストいけるから。よいしょ、130回も戦ってんの今私。そんな戦ったっけ。よし、ほう、ストーリーは合ってないようなもん。そうなんだ、どうてっぺいらっしゃる、こういう声いる。てっぺいはの、回数多くの初期戦闘回数が35クリア。うーん、素材売れると資金的に楽なんですけどね。うん、ほう、いっぱいいっぱいレベル上がった。ほう、よし、よ、32。ほう、入ったぜ湖。これがクリスタルか。金金金、騎士として恥ずかしくないのか。恥ずかしくありません。もっと欲しいです、もっとお金が欲しいです。
確かに俺とてっぺは32歳よいしょ、お金大切、うん、金は命よりもどけ、金をかき集める、よいしょ、お金はおっかねえな、倒った。アイガン。お金もおっかねえなと思って。なんかさ、あのさ、童貞の方がさ、優れてるみたいな、そういう風潮を流すのやめてもらえます？童貞の方が優れてるみたいな、そういう風潮流すのやめてもらいます、うちで。なんかよくわからない、よくわからない。ニカ、なんかさ、ここエロくね、この辺、なんかさ、この辺エロくない、これ、わかる、この2本、ここエロくね、この辺わかる、なんかエロくない、これやばい、これいけるよ、これはいけるよ、これ美味しくいただけるタイプだよ、よし、もっとエロいの出てくる、けしからん、ブライマけしからん、これは私いけるよ、これ私使える、いただく感じ、ダー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 、こんばんは、あ、キリショウさんです、初上級者しかね、エロール、おいしょ、おいしょ、イカショウを食べたくなった、だから童貞なんだよだから童貞っぺは童貞なんだよ、こいつ攻撃力弱いね。ね。こいつ、この金髪攻撃力弱いね。カニ硬そう。おお。よいしょ。売って金にする売って金にするか。そうだな、人身売買しようか、お金登録ありがとうございます、大器晩成型、そういうこと、若いんだね、上級はいくらで売れるのか、うわー、横から来た、よしよっ、よし、若いね、チャーシャーの1個上、じゃあ、若い、2000万円超え、この世界で臓器とか全部ないでしょ、これ臓器を買い取れるほど、これ WiiU のバーチャルコンソールだよ、詳細に書いてるんでしょ、金書斎に書いてなかった、タグに書いてるでしょー、書いてるでしょー、お金貯めないと、お、すごい強い、よいしょ、よいしょ、よし、だってじゃあ WiiU はね、ほんと買っといてよかったなと思った、バーチャルコンソールがいろいろできるからさ、
古いゲームいっぱいできるから、しかも手軽に、いちいちなんかアマゾンに頼んで時間指定して受け取ってとかやらなくていいからほんと楽。うん、こんばんは。4209個目さんいらっしゃい、こんばんは。よ、便利、とても便利。ドンキーとかも、うん、あるぞ。安いし、よいしょ、手軽にできるんだよね。これ実はさ、あの画面には見てるけどさ、あの B パッドでもできるんだよ。 B パッド、例えば B パッドでこうやってこれだけでできるの、わかる？ここに、この画面に映るの。うん、だから横にな、横になって寝ながらとかできるの。超超いいよ、ポータブル。そう、あ、4218個目さんいらっしゃい、超いい。リビリングとかめっちゃそれでやる、いいよだよこれ、お手軽。そう、ドラクエとかこれでやるのに絶対。よいしょ、テレビラッシュ。そう、ちょっと Wii を買ってくる。うん、いっといで。ちゃんとあの任天堂ダイレクトの説明のところに、あのちゃ、ナメラ放送で勧められて買いましたって書いてね。あのそれ任天堂からなんか何かしらお声がかからないかな。任天堂からお声がかからないかな。追ってくる。仕事もらえないかな。ニコニコ見ながら寝落ちするにも最適。そうそうそう、ニコニコも見れるのよ。いいか。お前らニコ、これで、これニコニコアプリも入ってっから、ニコニコも見れるんだぞこれで。すごくないかこれ。あ、しかも透ける、ほら透ける、見れる、すごくない？コスプレまだいない、よし、ベリグー未来的。そう、いいよ、すごい。生放送見れんのかな、太郎さん。生放送見れます？動画だけ、どうだろう。よいしょ、私動画しかまだ見たことないんだけど、つけてる。生放送も見れんのかな。生放送見れたらいいね。ニコニコ YouTube も見れるね。よいしょ。俺も動画、私も動画しか見てないから分かんないや。もしかしたら見れるかもしんないし、見れないかもしんない。これっぽいな、なんか。これって、遅くない？ちょっと試してきます。うん。じゃあ、よろしく。どうなんだろう。ほほ、動画だけなんだって。生放送は見れないんだって。 3DS も生放送見れないもんね。あ、そう。スプラトゥーンね、面白そうだけど、ちょっと私も買うかどうか迷ってるところ。生放送は無理だったみたい。お、新しいの出る。あ、アクアマリンだ。で、セーブしよう。生放送見れないとか見ないじゃん、チャーちゃんのためにニコ生来てるのに。おいたんのくせに、おいたんのくせに。あ、頑張ります。アクアマリンは何の効果があるの？よいしょ、兄さんが出ないよ。こってこてさんいらっしゃい。アクアマリンは何の効果があるの？みんなのもの。アクアマリンは置いたんでもないんで、なんで置いたんじゃないの？え、追放されたの？普通。
追放されたの。普通キムコ、じゃあシフォニーでもつけとくかな。あれ、アクアマリンって首じゃないんだ。指つけれない。あれ、つけれない。シフはつけれないのか。謎の追放と爆破で、あのね、184で書き込んでたら絶対追放になるよ、あそこ。よいしょ、ちゃんと名前 ID で書かないと。よっ、あ、公式生放送なら見れるんだ。頭か、頭。ナイトハイト、ナイトハルト殿下のとこに行かなきゃいいんだ。わかった、ナイトハルト殿下は行かなきゃいいんだね。行ったら負けだと思ってる。よっ、西日暮里、あ、西日暮里さん、うほうほう、ここからございます。着服しよう、着服しよう。うほうほう、よいしょ。ポコちゃんはね、よいしょ、あの、私よりはいい子だ。いっ、ん、私よりは気難しくないよ。私よりは気難しくないよ。コウコツヒデさんいらっしゃい。よいしょ。ダッシュルは気難しくないから、また戻ってあげて。うん、そう。お、いってらっしゃい。よし、なんだろう、あの、気難しくないっていうか、私より心は広い。私はね、自分の好きなようにこう、ノー、なんていうの、ノーストレスでやろうとしてるから、私はね、はっきり言うから分かりやすいから、怒らせるポイントとかも分かるから避けれるかもしれないけど、よいしょ、あの子は女の子だからあんまり言えないだけなんじゃないかな。よいしょ、ここたんペロペロ。私はめっちゃ好きや、うん、分かりやすい。